続きなさい。お金が足りなくなったなれ、不眠どもから絞り取れ、私に逆らう者たちは粛清してしまえ。さあひざまずきなさい。悪の花可憐に咲く鮮やかな色の色、誰は隣国の緑の女に一目惚れ、嫉妬に狂った王女様、ある日大臣を呼び出して静かな声で言いました。緑の国を滅ぼしなさい。幾多の家が焼き払われ、幾多の命が消えていく、苦しむ人々の嘆きは あら、おやつの時間だわ。悪の花可憐に咲く、うるおしい彩りで、とても美しい花なのに、まあ、トゲが大好きで触れない。悪の不幸の彼らを率いるは赤き鎧の女剣士、積もりに積もったその怒り、国全体を包み込んだ。長年の戦で疲れた兵士たちなど敵ではない。ついに王宮を囲まれて、家臣たちも逃げ出した。可憐な王女様、ついに捕らえられた。この無礼者、悪の花可憐に咲く、悲しげな彩りで、彼女のための楽園はまろくまろかなく崩れてく。昔昔あるところに悪逆非道の王国も、朝廷に君臨してた尾張14の女様、処刑の時間は午後3時、東海の鐘が鳴る時間、王女と呼ばれたその人は一人牢屋で何を思う。ついにその時は落石で終わりを告げる鐘が鳴る。民衆などにまでも早くの時間だわ。